よいしょどうしよう、どうしたんはい、はい、というわけでですね、うん、今日は10月31日うん、10月31日、まあ前もって撮ってるんですけど、10月31日で、うん、YouTube 初めて丸3年を迎えられました。いや、すごいね3年うん、少量チャンネル。2016年秋、SNS で出会い交際をスタート。翌18年9月、東京都中野区、パートナーシップ宣誓を受領、披露宴も行いました。同年10月31日、YouTube チャンネル、少量チャンネルを開設。本日は、少量チャンネル3周年を記念して、特別編を公開。今まで話してこなかったこと、そして、二人の思い出話を語っていただきました。3年。うん。丸3年、4年目か。うん、そう。うん。どう？どうなんだろうな。なんかさ、正直、うん、ここも続くと思わなかった、僕。あ、本当に？うん。え、思ってた？いや、俺は思ってたよ。あ、本当？うん。なんか、いや、そうだね。なんか、その、なんていうの、多分さ、今始める YouTube する方ってさ、うん、多分前もってこの時間の何時にアップするとか、うんうん、何時に何時にっていう風に考えてる人とか多いと思うんだけど、うん、それまで僕らさ、ほとんどさ YouTube そこまでさ、うん、正直見てなかった方じゃない。あ、そうね。ね、うん、で、それでさ、じゃあ撮ってみようっていう話なんてさ、うんうんうん、で一番最初でしょ。そう、うん、で、あの井の頭公園で、うん、じゃあ今から撮ろうって言って、うん、携帯一台で始めてさ、うん、懐かしい ね。もうすんごい恥ずかしかったの覚えてる、うん、極力さ、うん、なんか人気のないところを探して、うん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 、なんか撮影した記憶があるんだけど。そうだよね、うん、ね、うん、なんかね、でどうだったかな、なんか編集とかもほとんど、うん、ほとんどってほぼ本当に全くしたことなかったし、うんうん、だからそれで、なんかそれこそ携帯のアプリとかでさ、始めてさ、うん、YouTube の投稿する時間とか何時に上げるとか分かってなかったから、うん、そうだよね。動画できたらアップするとか、うん、本当になんか今だったら考えられないんだけど、うんうんうん、なんか本当に午後2時とか3時とかアップしてた時とかも。確かにね。うんうんうん。ね、そんな感じだったよね。ねえ、よくやってたよね、携帯で編集を。ねえ。ねえ。いや、本当に、なんか、よくわけわかんなかったけどね。本当に。そう、ネットの世界があんまり正直わかってなくって、うんうん、どういう感じで見られてるのかとか、うん、ね。俺もなんかその、翔ちゃんに誘われて、YouTube を撮り始めてから、うん、あの、いろんなチャンネル見るようになったもんね。いいよね、それまではもう全然、なんか音楽聴くだけとか、本当にそんな感じだった。うん、うん、うん。うん。そうよね。うん。それこそ、うん、最初、何がきっかけかな。なんかその、YouTube ちょこちょこ見てて、うん、それこそ、一番最初多分セガー&ブレンさんが、うんうん、ゲイカップルの中でやってて、うん、それを僕は見てたから、うんうん、で、やっぱり外国の方とか結構多かったけど、そうだね。とか、うん、あと日本人と外国の方のゲイカップルさんは多かったけど、うん、日本人同士のゲイカップルっていうことが、うん、正直僕たちよりも前の人あんま知らなくて、うん、そうかもしれない。まあ、それより前はまあ、ユーブさんとかも、うんうん、ね。あれだよね、YouTube じゃなくて、うん、なんだっけ、ツイキャスとか。ツイキャスとか、そのやつか。とか、あと、ま、一人でやってる時もあったし、うん、まあ、ね、また別なんだけど、うん、日本人同士のゲイカップルの方が、始めてるのが、なかったから、うんうん、それは僕らが、すべきかなって思って、なるほどね。やったんだけど。うん、そういうね、理由があってね。確かに確かに。うんうんうん、今だったらね、いろいろ増えてきてね。いや、ほんと増えたよね、今ね。うん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 、もうどれくらいいるんだろう。わかんないわかんない、うんうんうん。でもさ、難しいよね。やっぱり続けて
る人たちはさ、うん、あの、ちょっと少ないというかさ、うん、始めるけど、うん、もう更新しなくなるカップルとかもやっぱ多いしさ。そうだね。うん、カップルさんは結構別れましたまあ、そういうね、そういう事情もあるからね。うんうん、まあ、うちらはそれに比べるあれじゃないけど、うん、そう考えると、よくやってるなって思うよね続けてね。そうだね、うんうん。ほぼ毎週、必ず1回くらいはね、あげてるよね。そうだね、1回はあげてるね、うん。うんうん。間をめちゃくちゃ開けるってことは、あんまないもんね。あったっけ？投稿しない時期みたいな。うん。ネクストアップの時。ああ、まあそれはね。うん。そうちょっと時間が なさすぎて。うんうんうん、そう。まあそれはね、しょうがないとして。うんうんうん、それ以外だったら大体あげてるもんね。そうだね。うんうんうん。すごいな。もう今まででさ、うん、何本くらい撮ったんだろう。でも、今多分、うん、動画、一応数字でわかるんだけど、うん、300何十本ってあるんだけど、うんうんうん、ただ非公開にしてる動画もあるから、あ、そうね。どうだろうね。でもまあ、400はいってないけど、300、半分くらいかなと思うけど。そっかそっか。まあ3年で300って言ったらさ、1年で100でしょ。そうだね。うん。で、365日あるから、だいたい4日に1回くらいは上げてるくらいの。うん。いや、すごいね。そうだね。いや、翔ちゃんが一番お疲れ様だよ。そんなことないよ。そんなことないでしょ。編集と企画と、いろいろ。だいたい翔ちゃんメインでやってもらってるからさ。いや、うんうん、いや、なんか、ここで褒めるのもあれだけど、まあ、りょうさんがいるからです。いや、ありがとう。うんうん、褒めて、うん、褒めて伸びるタイプだから。順風満帆とも言える。スタートダッシュを歩き始め進んできた3年間。その間でも YouTube から手を引こうと心が負けた日々があると彼らは言います。でもまあ3年やってきてるけどさ、うん、まあその中にはさ、うん、やっぱいろいろあるじゃん。あの、喧嘩したりとかさ、あとモチベーションが下がったりとかさ。うんうんうん、やっぱいろいろあったよね。うん。あった。うん。回数ね、これだけ出せてるっていう、さっきも話したけど、その中でもさ、うん、もうやめようかっていう時もあったじゃん。やめようか、うん、そうだね。なんか、やめようか、うん。まあその時の勢いとかもあるけど、そうだね。もう喧嘩しちゃってさ、うん、もう、YouTube やめよう、みたいなさ、うん、そういう喧嘩する時も、そうだね。うん。でも、やっぱあるじゃん。なんか、それこそさっきもちょこっと言ったけど、うん、僕らが始めた時って、うん、ほとんどその YouTube、日本人同士のゲイカップルっていうのは、うん、YouTube 上にはいなかったから、うん、それで、まあ、いないからやり始めようってやってて、うん、それこそ、なんていうの？どんどんさ、うん、まあ、まあ2019年、2020年でまあコロナの状態になってとか、うんうん、どんどん新しいさ、うんカップルさんが増えていってて。そうだね。うん、で、まあ、テレビとかでもさ、うん、あの、ドラマとか映画とかでも、その、ゲイカップルを題材にしてる作品とかも、いっぱいね、うん、出てきてさ。ここ最近も増えたよね、うんうん。そういう中で、いろんな方々がいっぱいいる中で、うん、なんか、正直、そうだね。僕らが発信、しなくても、うん、もしかしたらもういいんじゃないかなって思ったことはあったかも。それこそ、でもそれは、うん、まあ、上から目線な言葉になるんだけど、うん、なんか、それこそ、まあ、いろいろまだまだそういう課題とかは、あの LGBTQ の課題とかはあるけど、うん、まあ、そういうね、ドラマとか映像とかがどんどんね、うん出始めてるから、うん、まあ、進んでるなって思ったのね、うん、時代が、うんうん。時代が追いついてきたって言ったらあれだけど。うんうんうん。で、だから、その中で、まあ僕らが発信しなくても、うん、新しい方たちがいっぱいいるから、うん、もしかして、
そうだね、しなくてもっていうか、うん、僕たちのがやり続けなくても、うん、どうなんだろうな、いいのかなとかって思った時期は正直あったかな。ああ、そうなんだね。うん、ただでも、うん、まあでも見てくれてる方たちもいっぱいいるし、うんね、応援してくれる方もいっぱいいるから、うん。うん、やれてる。うんうん。なんか、正直、その、よくアイドルの人とかが言うのが、うん、もう、敵が99人になって、うん、でも一人が応援してくれるならそれまでやり続けるとかいう話あるじゃない。うんうんうん、正直そこまではできないと思う。なんか、うん。うん多分99人も敵がいたら僕はできない。うんうん、でも、その状況にはなってないから、うん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 、やってるし。そうね、うんうん。まあ俺は逆に、なんかその最近やっぱり増えてきて、うんうん、カップルで動画出す方たちとか、うんうんうん、で、そのカップルごとにさ、いろんな色があるじゃん、うんうん、チャンネルの。もううちらの色もあれば、別のカップルさんの、なんかやり方というか、うん、そういうのもあるから、なんか、より伝わりやすくなったのかなとは思うけどね。うん。うん。そう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 。そうそうそう。あ、いい、めちゃくちゃいい、うんうんうん、と思ってて、うんうん、いろんな方が出てくるっていうのは。そうそう、うん。だから、なんか、うちらが、もう、やらなくてもいいかも、とかいうのは、俺は思ったことなくて。うんうん。うんうん。うちらはうちらのやり方で、ゲイカップル、はこういうものですよっていうのが伝えられるかなっていうのも思うし。そうだね。うん。うん、他のチャンネルを見てる方は、あ、こういうカップルもいるんだみたいな。なんかそういうのもね、伝えられるのかなと思う。そうだね。うんうん。だから、ちゃんと今は、そうだね。まあでも、正直、本気で、うん。やめようとかって思ったことはない。うん、あ、ほんと？うん。うんまあ、正直も結構、メンタルがやられることがあるからさ、やっぱ心配にはなるよね。うん、うん。大丈夫かなみたいに、うんうん。なんか悩みすぎてないかなとか、真面目だからさ。うんうんうん、真面目さゆえに、ちょっと悩みすぎちゃって、うんうん、それでなんか、心が病むとか、もうそういう状況になるのだけはちょっと嫌だなと思う。そういうところはちょっと心配して、じゃあもう、しばらく休憩しようかとかさ。うん。うん。いいと思う。うん。そういうことはね、ちょっと言ったりするよね。うん、そうだね、うん。でも、なんかそれこそ、その YouTube アップしないっていう方が、案外ストレスだったりしてって。うんうんうん、編集好きだもんね。うん。うん、私、なんかほとんど趣味がないから、俺が。本当に。確かに確かに。なんか、まあ映画見るとかそういうのしかね、うん、ないから、やっぱ結局 YouTube、うん何かしらで絶対見てるし、うん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 、そういう意味では切れないものだなと思ってて、うんうん、確かに、うんうん、まあどうなんだろうな編集をすることに関しては、まあ、転職なところあるよね、うん、どうなんだろうねなんかさ、うん、それこそ初めの時は携帯でやってたから、うん、なんか本当にわかんない状態でやってて、うんうんで、気づいたらさ、うん、あ、アップされちゃったみたいな時もあったじゃない。ああ、なんか、ボタンがわからなすぎて、うん、どこの操作を押していいかわかんないから、うん、なんか適当に押して、あ、今の時間にアップされたみたいなさ、あったね。そんくらい疎かったから、うん、で、ある時にそのコメントで、うん、まあ、その編集が下手くそって言われたから。ああ、そうだったっけ、うん、うん。すごく悔しかったんだけど、うんうんうん、まあでもそれは、直せれるものだし、うん、まあそうだしね、うん、勉強できるものだから、うん、今は、うん、まあある程度、うん、今ではさ編集を任されるようになったからさ、でさ、うん、そうそもそもさ YouTube でお金もらえると思わなかった、ね、うんうんうん、いやそう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 でしょ、うん、でそうだねだから今考えたら恵まれてた、ずっと。うん。一年目から、うん。最初の方から割と見てもらえ
うん。だね。いや、そうだと思う。え、何この数字とか思ってたの？うんうんうん。急にバッてね。ね、見てもらう。増えることもあったしね。出て、うん。で、それこそ僕が、その、YouTube の、うん。あれかな、今どこにあるかわかんないけど、うん、もともと六本木ヒルズにある、YouTube スペース。うんうんうん、スペースか、うん。で、ちょこちょこさ、セミナーみたいなのがあった、うんうん。で、そこにちょこちょこ行ってて、うん、そこで、かずえちゃんとかお会いしたし、うん、その後にネクストアップとか決まったりしたから、うん、割とその1年目から、うん、恵まれてた。そうだよね。かなと思ってはいる。いや、それがなかったらさ、うん、編集とかも、ここまで、できてないよね、うんうん。絶対できなかった。うんうんうん、2018年、翔太が24歳当日、YouTube を始めて丸3年。今年、27歳になること、そして、お互いが年を重ねることと、想像できなかった今について話しました。いや、もうすぐさ、うん、まあ、誕生日じゃない？そう。今年、何歳なの？今年。いや、知ってるけどね。うん、何歳なの？今日27歳。27。はい。27。27。まだ若いよね。本当に？まだ若いよ。いやー、でも、ねー。だってほら、12違うからさ。まあ、そうだね。うん、12年前で。うん。俺が27歳っていうとか。でも、どうなんだろうね。なんか、ね、さ、YouTube 始めたての頃の顔と違うんだよね。うん、あ、そうかな、うん、な気がするけどね。わかんない。自分で見て。うん。自分で見て。あ、そうなんだ。うん、何が違うの？わかんない。どう違うの？なんか成長したとか大人になったなとかそういう感じ？顔つき？あー。うん。が違う気がするんだけど、うん、ね、27歳はもっと大人だとは思ってたよね。いや、そういうもんだと思う。俺もやっぱ30越したりとか、もうすぐ40になるけど、もう全然気持ちとかは若いもん。うん。精神年齢とかね。ああ。うん。携わる方が年下とか、うんうん。が ね。うん。多くなってくる世代だなって思ってて、ね、うん、確かに。どうなの？27歳想像してた感じ？想像してた感じじゃないかも。ああ、そうなんだ。それこそ僕家出てから10年、うん、今年がなるんだけど、うん、想像してたの？なんかその YouTube やってて。あ、 YouTube は想像してない、全く。パートナーシップ先生して、俺と一緒に、まあ俺じゃないけど、まあ誰かしらと一緒に生活してるっていうのを想像できしてた？してない。だってパートナーシップとかもさ、ここ数年でしょ、うん、そうだね、広がったのがね、うん、うん、まさかさ、できるとは思ってなかったし、こういう制度ができるとも思ってなかったしね、うんうんうん、昔はね、うん、うん、だから本当何が起こるかわからないなと思う。うんうん、この先、10年とか経った時とかでも、うん、ね、うん、どうなってるんだろうね。どうなってるんだろうね。うん、まあ、何があっても、楽しくね、充実した生活が送れてたらいいなと思うけどね。うん、まあ、いろいろあるだろうけどね。うん。うん、ただ、いろいろなんか目標とか、うん、そういうのは考えたりはするんだけど、うん、ただ、正直、うん、どうだろう、難しいことも多いなと思ってはいてて、うんうん、でもわかんない、だって本当に全くわかんなくて、うん、でもなんかどうなりたいですか1年後とか、うん、この先とか言われたところで、うん、全然何もわかんない、何も考えられないし、そうだね、うん、大体の人がそうなんだと思う、うんうん、どうなってたいですかってある。そうです、そうだね、40代でしょ、うん、ようこそって感じ？え、何か？40代。なんか、俺は今のところ30代って自分の中で想像できなくって、うんうん、まあまあ、あと数年あるけどね、うん。40歳を迎えるっていうことは、うん、楽しみなのか、うん、
ああ、もう40歳になっちゃったか。あ、でも俺はそんなことはあんまないかもしれない。あ、うんうんうん。なんか40代になっても、うんうん、まあ自分らしく、自分のペースで、生きていけたらいいなって思ってる、うん。そうだよね。うん。多分もう、なんだろうな。あんまり変わらなくなってきてるかも。20代から30代にある上がるその、なんだろう、すごく年を取った感覚と、うん、30代から40代とか、40代とか、50代、60代とかになる感覚は、どんどんなんか多分、その、差がなくなってきてると思う。年を取るにつれて。はぁ、うん。10代から20代がとか、もうすごいなんか、違う気がするじゃん。うん、子供と本当に大人って感じ。うんうん、でも年を取るにつれて、その、間っていうのか、それがどん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 狭くなってきてる感じはする。だから別に40代って言っても別にそんな嫌って感じもしないし。なんか、そう、YouTube 3年目でしょ、うん、まあ24から始めて、うん、今27でしょ、うん、で、3年後30でしょ、うん、で、その24から今のになるまでが、うんうん、結構、なんていうの、全然違うから、うん、じゃあ30になってる時ってどうなってんのかなって思う。見た目とか。どうなんだろうなぁ。想像がつかないんだよなぁ。想像つかない。このまんまかな。このまんまだと思うよ。ヒゲも生えないのよ。もう。もう脱毛してるから。脱毛してるから。だから見た目は多分変わらないと思うから。うんうん。まあでもいつまでも若々しいっていうのはいいんじゃない？どうなんだろうね。わかんないな。うん。急に大人になってね、老けたって言われるよりかはさ。うん。そりゃ。でもさ、今、もうわかんなくない？ 30 代とかでもさ、すごく若く見えるじゃん。見える見える。うん。そういう。俳優さんとかもそうだしさ。そうだね。うん。そういう方でありたいな、と。うんうんうん。思うかな、うん。うん。テレビとか見てても、ああ、もうこの人50なんだ、とかさ。あるあるある。ね、うん。全然そんな見えない、みたいな人も多いからさ。ね、そうね、うん。うん。でもそう言われるように、頑張りたい。そうなんだ。そんな年なんですかって、うんうんうん。確かにね。お世辞でも言ってほしいよね。そうだね。いや、お世辞ってそうだね。まあみんなからそう思われるようにね。自分でも努力しないといけないけどね。うん。うん、そうだね。でもまあなんだろうな。YouTube とかさ、たまに、ウェディングモデルのさ、うん、お仕事もらったりとかするじゃん。なんかやっぱ人に見られることをできてるから、そう。まだちょっと気持ち的に、うん。わかるわかるわかる。うん。そうなの、そうなの。部分もあるかもしれない。そう。うん。多分、こういうのを、うん。一切してなかったら絶対、こんな、うん、何意識してない。うん、わかるわかる。意識してないし、うん、そうだね。うん。そういうのは、芽生えて、たかな、うん、もともと本当に全くそういうのは疎い方だから、うんうん、気にしないしさ、うん、って思ってたけど、うん、そうだね。俺もそうだな。だからそういう点でも、うんうん、ちょっとやっててよかったなって思う。あ、そうだよね。うんうんうん、うんうんうん、まあね、いろんなこともできるしね。多分やってな、YouTube やってなかったらさ、やってないことめっちゃあるよね。ある。やれてないこと。そうだね、うん。それこそ旅行とかは多分してない。僕がそこまで、そうかなんていう、うん、インドアすぎるからさ。ちょっとデブ症なところあるもんね。そうそうそう。だから、ほとんど行かないで、うん、みたいな感じだけど、うん。海外旅行とかもしてないかもしれないよね、もしかしたらね、うん。うん。だからそういう意味ではね、動画っていうものがあってよかったなとは思ってて。うん。うんうんうん、確かに。うんうん。ここでお知らせです。去年に引き続き期間限定の新グッズ第2弾が11月24日水曜日21時から発売決定。こちらに写っているキャラクターその他多数別ポーズを揃えて発売します。グッズの詳しい詳細は当日21時から YouTube ライブにて詳しく紹介します。お楽しみに。なんか、うん、本当はね、うん、手紙をね、うん、書いてこようと思ったんだけど。あ、そうなの。思ったんだけど、うん、書けなくて。
時間が。ああ、時間がなくてね、うんうんうん。昨日の夜思いついた。ああ。寝る前にちょころっと思いついたんだけど。うん、書けなかったけど、手紙を、まあ、読む感じで、うん、あの、聞いてもらえたら。え？いいかなと。ありがとう。思います。はい。まあ、まあ YouTube 始めて、うん、ちょうど3年迎えて、うん、本当にここまで続けられると思わなかったの。うん。もともと僕らは YouTube より前にね、もちろん付き合ってて、うん、それから、まあ、パートナーシップをきっかけに、うん、あの、こういう活動をし始めて、うんうん、で、その中で、やっぱり、なんていうのかな、続けるの、ちょっと辛いなとか思った時期とかも、中にはあって、うん、それで争ったりしてて、うん、なんか僕とかってそもそももともと仕事の話とか一切しない人だったから、うん、彼に。うん、で、りょうもそこまで仕事の話をしない、うん、で、うん、で、YouTube に関しては二人でやってることだから、うん、まあ話さざるを得ないもので、うんうん、で、なんかそれで喧嘩とかするような、感じな時期とかもあったんだけど、うん、なんかもともと YouTube をするために付き合ったわけではないから、うんうん、それで喧嘩とかするのも、どうなんだろうって思って、うん、そうなるならば、なんか、やらない方がいいのかなって思った時期は、あった、うんうん。それ以上に、うん、この動画をすることが楽しくて、うんうん、いや、りょうがいなければ、うん、本当にできてなかったと思うし、りょうがいるからいろいろ楽しく過ごせられたなって思ってうんうんうんまあこれからも、うん、楽しく、うん、過ごせて、うん、いければと思います。はい、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ俺からもちょっと、お、うん、まぁ、あ、ちょっとっていうか、まぁ、あ、俺の気持ちも、お伝え、うん、お伝えっていうのもあれだけど、まぁ、あ、正直、その、今まで3年間やってきて、ずっと、翔ちゃんに任せっきりだったなっていうのは正直思ってて、まぁ、あ、仕事がやっぱ忙しい時もあったりとかして、企画だったりとかさ、撮影の内容、あと、どこで撮るとか、いつ撮るとか、その撮影の準備とか、あと、撮影終わった後の編集とか、SNS とか、そういうの全部、翔ちゃんがメインでやってくれて、翔ちゃんに任せっきりなところがあるから、本当に、申し訳ないなっていうのは、常々思ってはいるんだけど、ね、どうしても、しおちゃんもね、それでもなんか、いや、楽しいかな、みたいな。好きでやってるから、みたいな感じで、言ってくれるから、本当に、俺も楽しく、やってこれたかな、っていうのはすごい思う。だから本当、しおちゃんと一緒じゃなかったら、ここまでやれてないと思う。本当にね。だからまあ、これから、協力できるところは、本当にたくさん協力して、翔ちゃんの負担がね、少しでも減るようにできたらいいなとは思うんだけど、まあなかなか俺の性格上、任せっきりになっちゃう時もあると思うんだけど、
そういう時はもう本当に言ってくれていいから、もうちゃんとしてよとか考えてよとか言ってくれていいから、まあ自分で背負いすぎずにね、一緒にこれからもやっていけたらなって思うので、こちらこそよろしくお願いします。お願いします。なんで泣くのよ。いや、うん、うん、なんかいや、もうあんま泣かないでおこうって思ってたの。うん、そうなんだ。結構泣いてきたから YouTube で泣いてきたから、もう今のこの年になったらもう最近は泣かないようにしようとしてて。あ、そうなんだ。できればね、うん、いいと思うけど。いいでも、なんかね、でもなんか、うん、嬉しいですね。うん、うん、お腹ないの。うん、うん、まあそうですね。うん、うん、明日から4年目になります。うん、そうだね。うん、うん、まあ引き続き、うん、楽しんで。そうね、まあ自分たちが楽しんで、うん、撮影したのを見てもらうのが、うん、見てる方たちにとってもやっぱり楽しいだろうし、やっぱり、ね、なんか少量を見るために、うん、今頑張ってますとか、うんうんうん、言われるのはすごく嬉しいし、いや本当にね、そのそれ、うんうん、そのためにやってる。うん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 、まあ4年目、コロナもね、だんだん落ち着いてきて、うん、いろんなことがね、うん、まあ外とかで撮影できたりとか、うん、はい、そういうのもできるようになると思うからね、うん、またいろいろ一緒に考えて、そうだね、ね、はい、行きましょう。動画撮っていこうね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。